どうもこんにちは、今日もですね、私が失敗した話をしようと思います。テーマはですね、扇風機カバーの選び方を失敗したんです。最近やっぱ暑くなってきたんで、扇風機を出してもうすでに使い始めています。でもうちの家のように、まあ、小さい子供とか赤ちゃんがいると、やっぱ扇風機使うのが、ためらうというか難しく思ったりします。なぜかっていうと、まあ、扇風機に指を突っ込まないかどうかっていうのが気になるからなんです。ご存知のように扇風機の前の網っていうのは、大人の指はあんまり入らない感じですけど、子供とか赤ちゃんの指だったらスッて入ってしまうぐらいの、なんていうんですか、隙間ができているので、やっぱり心配になってしまうわけです。で、実際その扇風機に指を突っ込んだからといってどうなるかっていうのは、私もやったことがないんで分かんないんですけども、やっぱり赤ちゃんとかが突っ込んだりすると怪我してしまうかもしれませんし、まあ、指切断ってことはないんでしょうけど、指骨折なんていう可能性も、まあ、ゼロではないなというふうに思うと、なんて言ったんでしょうね、その扇風機を使う、まあ、赤ちゃんの前で扇風機を使うっていうのはちょっと怖くなったりします。でももう今の時期って暑いですし、エアコン使うには電気代もかかるなとなるとですね、まあ、役に立つアイテムとして考えられるのが、扇風機カバーです。小さい子供を持つ親にとっては安心ができる、安心感を得られるアイテムとして有名です。どういうものかっていうと、扇風機に網をかける、かぶせるという単純な仕組みです。まあ、安いものであれば100均なんかでも今並んでいるので、108円とかで買うことができます。使うメリットはですね、網が細かいの、目が細かいので、扇風機に指を突っ込みにくくなるので、まあ、親が安心できるわけです。ということで、まあいいなと思うんですけども、実はこの扇風機カバーにもデメリットがあります。それはですね、扇風機の風の量が落ちます。計測器とかありませんので、正確な数値は全然言えないんですけども、まあ扇風機の風がつけない時よりつけた後はやっぱり落ちます。これはなんて言ったでしょうね。扇風機の裏の吸気の問題なのか、出てくる時の排気の問題なのか、それとも両方の問題なのかは分かりませんけども、いつもより1段階強くする、例えば弱風だったら、強風にするとかにしないと物足りないなというふうに感じてしまいます。という感じで、いいとこも悪いとこもあるんですけども、まあ総合的に考えると、子供が扇風機に近寄るたびに自分がやってることを手を止めるとか、あと扇風機を止めて熱くなってしまうとか、あと子供を移動、扇風機の前から移動させて遠ざけるとかいう手間を考えると、まあこのカバーをつけるだけで、まあ多少自分の、まあ時間が作れるということを考えると、やっぱり使った方がいいのかなというふうに思います。なので扇風機カバーは使うのはおすすめなんですけども、買うときには注意が必要です。それはカバーの種類があるっていうことなんです。まあ、大きく分けると2種類あります。一つは、巾着袋のように紐で締めて使う、まあ、紐タイプと言います。もう一つは、シャンプーハットのように、帽子型の網の中にゴムが当てて、パカッてはめるゴムタイプですね。で、この2種類ですね、装着の簡単さではキャップをはめるゴムタイプの方が簡単です。で、紐タイプの方は結構つけるのは邪魔くさいです。でも、装着するのは、まあ、ゴムタイプ楽なんですけども、外すのも楽になるっていうことなんです。ということはですね、小さいお子さんがいる場合、ゴムタイプの場合、まあ、子供が仮にそのカバーを引っ張ったら外れてしまうことがあります。なので、まあ、装着はちょっと邪魔くささがあるんですけども、私は紐タイプの方がおすすめでございます。で、ここからが本題なんですけども、まあ、今までこういうふうに偉そうに書いてきた理由もあり、俺はですね、扇風機カバーのプロ的な知識を持っているぜと、
ということで紐タイプの扇風機カバーを買ってきたんですけども失敗しました。なぜ失敗したかっていうと、動物の絵柄がですねちょうど中心についている扇風機カバーを買って失敗したんです。なんでかっていうとですね、売り場で、いろんな種類のカバーがあるんですけども、このなんていうんですか、ゴマちゃん的な絵柄がついてて可愛いなと思って買ったんです。で、子供も気に入ってくれたんです。でもその扇風機カバー自体のその動物を気に入りすぎて、そのカバーの動物をですねひたすら子供が引っ張ろうとするんですね。つまりは子供をですね扇風機から遠ざけるためのですね扇風機カバーっていうのは、それが一番のなんていうんですか役目なんですけども、逆に扇風機カバーで子供を引きつけてしまって、結局心配で目が離せないっていう状況になってしまったからです。なので、これからですね扇風機カバーを購入を考えていらっしゃる小さいお子さんを持つご家庭はですね、その前に可愛らしいキャラクターがついているカバー結構あるんですけども、これはあまり選ばれない方がいいのではないかなと思います。確かに子供って飽き性なんで、最初は喜んで触ってても途中から触らなくなるとは思うんですけども、やっぱりついてるとやっぱり気になった時にピッ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 引っ張ったりするので、やっぱりそうなると、子供から目を離せないっていうことになりますので、その辺は注意が必要になるかと思います。今日はですね扇風機カバーの選び方を私が失敗した話をしてみました。今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。